4月3日阪神対 DeNA まとめ5対3で阪神勝利。阪神は先発伊藤将司が初回オースティンに先制ソロを許すと、2回ルーキー石上にプロ初タイムリーを許し2点のリードを許します。打線は4回連打でチャンスを作ると、不調の4番大山が今季初タイムリーを放ち1点を返します。守っては木浪の超ファインプレーからの併殺や中野のファインプレーなどでゴールデングラブ二遊間が守備で流れを呼び込みます。そして6回森下がやってくれます。レフトスタンド5階席へ飛び込む超特大逆転ツーランを放ち試合をひっくり返します。その後も8回に近本が1号ソロを放ち突き放すと、不調の5番佐藤輝明にもタイムリーが生まれ、これでドラ1クリーンアップトリオ全員に打点がつきました。先発伊藤はバックに助けられながら7回72球被安打5、2失点の粘りのピッチング。8回はゲラが160キロを連発し得意の牽制で刺す場面もありました。9回は守護神岩崎が締め本拠地初勝利を逆転勝ちで決めました。強い阪神が戻ってきましたね。それでは明日もトラホー。